みんな、こんにちは。これは西和が、これまでいろいろな悪さをしていたアネコムシーを良い虫に教育し直すために、今日はラグビーの特訓中だ。ん？なんだ？真面目に練習をしないで遊んでいるな。こら、アネコムシー、遊んでいないで真面目に練習をしろ。お前たちはいつも遊んでばかりで、いい加減にしっかり練習しろ。こんなんじゃワールドカップで一勝もできないぞ。俺たちはこんな練習もうしたくないんだよ。昔のように遊んで悪さをしたいんだ。そうだそうだ、反乱だ反乱だ。くそ、こうなったらお仕置きだ。
すが山根コーチ、これでアネックムッシーも心を入れ替えて練習をしてくれるかもな。おっと、そういえば大事な用事があることを忘れていた。コーチ、あとはお任せして少し行ってくる。オーケーオーケー、全部私男山にあてにお任せください。よーし、お前たちよく聞け。毎日つらい練習で大変だな。本当は遊びたい、悪いことをしたいのに我慢しているよな。それならもう我慢しなくていいんだ。西和川ではなく私の言うことを聞けば毎日が楽しいことだらけ。悪いことだってたくさんできる。お前たち私についてくるか。アネコ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 。よし、では早速会場にいる子供たちをさらってこい。いけ。お前たち何をしているんだ。山根コーチ、これは一体どういうことだ。西和がまんまと騙された。私の本当の姿はアネコムシを洗脳し、さまざまな悪いことをするためにやってきた極悪コーチなのだ。なんだと。そうとは気づかずに、お前たちまとめてやっつけてやる。
受け取ったぞ。覚悟しろ、アイコン氏。真剣、ワラセイバー。説明しよう。ワラセイバーとは、西山町に古くから伝わるワラで作られた厄払い人形の力を利用した悪いものしか切れない剣である。勉強などしっかりやってくれよな。